金さん銀さんのお付き合いやってたんですよ僕最初に辛いことを見せたこんな大人になるなよというのを見せああああ最終的に笑いの殿堂 NGK につなげるああ最後は笑えようわ嫌やーなーこんなとこ「はい、タニシの水槽」さあ本日のゲストはですねえー 十分ぶり二回目の登場になります。町浦ピンクさんです。どうもマチウラピンクでございます。まあこれだけ、えー、のお動画をうやらしていただくというか、はい、ってなるとまあいろんな人がいると思うんですが、はいえー、僕のことをまああまり好きになれない人もいると思うんですけど、その好きとか言ってたら dreaming dreaming はい。どういうどういうことですか。いや。 あの夢を見せるっていうかあ、好き嫌いな人にも夢を見せる。嫌いな人にも夢を見せるという感じで。はい、ドリミント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 。はいはいということで、マジロピンクさんはあの漫談家を今はずっとされてるっていうこと。はいけれども、はいねもう今や飛ぶ鳥を落とす勢いといいますか。そうですね。しゃしゃくれてきましたかね。しゃくれてきましたねいやいやいやこのぐらいです。はい。 しゃいやほんまにあの褒めとみま見なしますよ褒め褒め言葉尺レーガです尺レーガですあんま油断してるとはい、すみませんはい本当にえ二回目の登場ということですね二回目はいね前回もあのたっぷり喋っていただきましたけどはい今回はどんなお話を聞けるのかということですけれども改めて経歴の紹介をさせていただきますはいはいえ千九百七十五年 これはなんていうところですかね、うん、大阪の光明池の圧縮所光明池の圧縮所にてお生まれなさったということなんでこれはあの大阪に光明池というところがありまして、はい、で、これ文字通りで、はい、あの生まれたての赤ちゃんをもう米粒ぐらいに圧縮する場所があったんですよ <laughs> えどういういとですかえ 赤ちゃんが圧縮するんですか。はい。生まれたやつを圧縮して、はい、普通になんかコインケースかなんかに入れてって。て <laughs> 持って帰れるような場所があったんですよ。あったんですか。はい。おお。七十五年千九百七十五年。はい。そこがあのー、はい、ちょっと人気になったような時期で。はい。で、それがおしゃれやと。産んだ子供を。はい 米粒ぐらいにしてコインケースに入れてもう普通にンの中に入れて小袋の中に入れて持って帰るのがおしゃれやみたいな時期やったんですよおしゃれな時期があったんですで割とうちの両親おしゃれやったんでそのああ流行に敏感っていうかそういうことですかっていうかもう流行生み出してるような人でえすごいじゃない僕の親父がストール作った人なんですストール作ったはいあの中脇さん中脇さんがやってるのはいでおかんはグラさんにサングラスに初めて UV カット入れた人 <laughs> すごいな服飾畑なんですよ結構服飾畑のご <laughs> 家庭にお生まれになって <laughs> はいだから割とおしゃれな敏感では<ー>そういうのができたって聞いたもんでなんか圧縮所で産もうっていうことで大阪で,で産まれるでもよかったんですけど、まあ、圧縮所で産まれたんで病院ではなかったよっていうはいこれ圧縮所でまあこれだいぶ何年がか経っ <laughs> ってからなんですけどね。はい、ここ圧縮してるんですかここで。ここでやってます。赤ちゃんをはい。普通に1階でやってます。はい。あ1階の方でやってんで、ね。はい。2階のあの奥に、なんか俺そのほんまに生まれた時の記憶なんてほぼみんな覚えてないじゃないですか。覚えてないですね。はい。はい、なんかガラでっかいガラスケースがあってその中に、はい、本当にもう俺に38歳えっと48か今じゃないですけど <laughs> 10歳間違えたじゃないですかど。今はい。<laughs> 48年か48年間見てきた中で一番大きな鶴がいましたそ鶴が飼われてえっ鶴がおんの鶴が飼われてじゃあそれは理由分かりません恩返し的なことですかどういうこといや恩返しっていう感じには見えんかったですねもうとらわれた鶴って感じの鶴があの普通に吉野家食べてるって知ってる気持ち悪鶴の餌が吉野家ので、記憶にあるんですかい。 で、な管から運ばれるシェイクみたいなの飲んでたけど動物が飲むやつね水飲むやつね水飲むやつね犬が躊躇するようなシェイクなんでかあれでシェイクをフーって人間と一緒でやっぱ最初ちょっと吸いづらいみたいでパンってやって最初こう入ってこないんでシェイクマックシェイクとかもねその記憶があるとそれがあるんですけどねとにかくまあそこで生まれたという はこの古い感じが逆におしゃれみたいなことでやったらしいです、ね、レトロブームみたいなことですかね当時のそこでお生まれで圧縮はされなかったんですかされたんですかされましたされたんだはい、されて持って帰ってもらって圧縮されてもちゃんと育つんですかそれは育ち,も育ちます育ちますはい あのでももう一回あの大きくする時はまた足くじかなあかんのでまたこっち行くんやそうなんですよだから回か答するわけそうですそうですそんな感じです家ではだからちっちゃい状態の米酢の状態を楽しむと大きいのも見たいなってなった <laughs> 足くじ所に行ってなんで俺も生き返りすごかったんです生き返りの生き返りのちっちゃくなって根豆子みたいなことにね禰豆子みたいな感じして <laughs> あのまあ大きく大きいの見たい方ととにかく足くじょに行くと。 いうので往復を繰り返してたという日々でですよね <laughs> そうでもどっかのタイミングで、ええ、あの解凍してる状態じゃないとずっと圧縮されてるじゃないですかだから,だから圧縮された状態でもう一回圧縮じゃいくんですよだから行くでしょ <laughs> ほんで、はい、まあ,あ、うん、大きくできるんで大きくできてそっからもうそのまま圧縮されずに戻ってくるってことですか、うんまあ、それされさずに戻っていってたり その一目見て圧縮所でだけ大きい俺を楽しんで <laughs> で、また圧縮圧縮したりします圧縮してたら成長ど圧縮されたらまた成長するんですかだから大きい状態の俺がだんだん大きくなっていって圧縮されるあの米粒の大きさ変わらない <laughs> だから、7歳ぐらいまでは俺、圧縮、なんか、俺、両親も癖になってて、<laughs> 7歳まで圧縮され,されてました、だから結構、こう、力はかかるんですけども、これぐらいの状態から、ぎゅっと小っみみになるっていう <laughs>、まあ、そういう場所なんですよ、とにかく、そういう場所なんですね、それ、成功したっていうのが、やっぱすごいなとは思うんですけど、日本の技術といいますか、はーはい、で、えーはい、まあ圧縮されたままですね、4歳、まあ、されてはないです、まあ、そこからは、どこかのタイミングでね、あ、そうですよね。はい で、あの、回答してないとダメですよね。はい。はい。で、四歳の頃に、これなんですかね、これは。これは。え、はい。あ,あ、中村勘九郎ですね。あの中村勘九郎の襲名披露公演を。はい。四歳で行いました <laughs> <laughs> <の>。え、中村勘九郎なの。はい、あの、勘九郎を。ついだってこと。ついだんですよ、なんかね、それもよくわかんないんですよ、僕も。 あのこれね、普通の襲名披露じゃなくて、多彩襲名って言いまして、すかに存在するっていう意味なんですすよよああ、本物はいい、まねもともと勘三郎師匠、亡くなりましたけど、もともと勘九郎やったのが勘三郎になって、お亡くなりになっちゃったんですけど、もともと勘九郎っていうのがいたんです、当時、中野勘九郎がいたから、他におるという状態で、俺も、この子も勘九郎という感じで。 襲名広公園広公園銀座の歌舞伎座で<え>盛大に大阪住みやったんですけどそっちに移動して<え>はい両,両親すごいですね割とそのつてが結構業界とあったみたいで業界にあってその圧縮してる子供どもをああそうなんかそのやっぱり小さい子供やけれどもちょっとそれぐらい <laughs> 歌舞伎をやるようなこと歌舞伎の時は解答される歌舞伎の時は解答されますで圧縮所の人間とかも横に来たりとかして2ートルの圧縮所の人間来んねや人間来て、はい、そのなかなかその向こうに行ってっていう時じゃちゃんと来てくれるんですね来てくれる時もあるんですよ2ルぐらいの黒人が4人ぐらい黒人なんですかあ黒人もいましたはい黒 <laughs> 人は圧縮所の人ですか圧縮所の人です圧縮所の人なんですね結構黒人やったっていうイメージがありますこの4歳ぐらいの時はもう記憶も鮮明になってるんでああはい、はい、これの時の写真とかないんですか この時はね、圧縮の時のはないんですけど、戻った時があったんちゃうかな、帰り道。帰り道。走ってんなぁ。かわいいですね、まあかわいいんですけどね、おしゃれやと、ロールアップして。はい。え、これ、襲名披露の帰り道襲名披露の帰りです。はい。なんか一人で帰るって言ったらしいです、僕は。どこ、大阪まで帰ったんですか あ、大阪ままで帰りました、はい、普通に新新幹線乗って新幹線線乗乗っっててすごいなはいで途中俺一回何やったかな、はい、岡山岡山じゃないわ、えー、名古屋から名古屋かどっかで降りてるんですよ<あ>その時なんですよ、はい、多分名古屋で一回暇つぶしてるんですよ <laughs> で、えらい高いでしょ、一雲、全面的に雲あるから、雲やん、後ろ、そうなんですよ、名古屋の、どどこここうな、なれそ結構、終わらない階段みたいなのがあった覚えがありますね、終わらない階段があって、ずーっと上ってたら、ここに着いた記憶があ <laughs> これもう、ホ、はい、ラらやな、はい終わ、終わることあんねやとは思いました、ここが終わったとこなんですね、階段が、階段がでもだいぶ長かった、記憶がある、誰か撮ったんですか、これ、分からないですよ、それは。ん <laughs> で持ってんのかんうわなんかね、監視カメラで撮られてそう、監視カメラなんですよ、これ。 はい据え、はい、置き型の監視カメラがあってあここでだからあのジェットコースターとかの一番うわーってなってるとこ撮られるみたいなそう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 いうそういうやつがあって <laughs> ううなんか名古屋にあるんですねそれがなんで今手元にあるのかちょっと分からへんのけどな分からへんの怖いな親が持ってたよキな気がするんですけどねなんかねお宅の息子さんの写真ですみたいなはい送られてきたかもしれない <laughs> はいそういうことでしたねそっから、まあ、え学校とか行くんですか勘九郎やけど名前 あ、そうなんですよ。中村勘九郎なんですけどそれは多分なんか一個スイッチ入った時の名前であってスイッチ入ったら勘九郎になるってことはいまあ、あのななんて言うんですかね歌舞伎もやらないしやらないんですよ中村九郎でええやんってことですあお、おるからはい中村こいつも中村勘九郎でええやんっていう意識にどんどんさせていくっていう感じでしたねだいぶ違うものとして扱ってくれるああ、そうなんやなってことは変なんですよねうちの親が。 だよ変わってますね。変わってるんですよそのなんか。うん。うん。そそれは流行ってはなかったんです。別にその襲名させるみたいなのは当時は。襲名させるのは流行ってましたね。流行ってるんだ。はい。割と流行って,て流行ってるっつっても、うん、同級生とかで襲名してる人とかいたんですか。ああ、学年で二人とかかな。学年で二人。えちょっとで、はい、何をカンクロ？カンクロです全部。カンクロね。カンクロ以外は流行ってなかったです本当に。カンクロ収名していいんや。 全然良かったであのその後でだいぶあとで市川染五郎もそういう状態になったとがはやったんです市川染五郎神奈川に40人ぐらいおいて聞いたことありますそういうのも聞いたことありますかなんか定期的にループで時代巡るっていうかそういうのあるんですねそうかこの時まだ生まれてないからそういう時代もあったんですねそうなんですよね年下ですから僕年下なんですね48なんです僕48見た目のままっていう <laughs> なんですねはい <laughs>、はい、で、はいえー、これ小学校2年生の時 <laughs> はいこの頃ぐらいからもう大体あの普通のサイズに戻してくれましたね、はい、あもう戻してくれた、うん、ここからまあまあこの状態のまま保ってたって保ってましたねやっぱ小学校生活があるからいうてそのずっと米粒っていうのもっていうので、はい、そうですよね、はいはい で、この時はなんかそう壮絶な体験をされたとお聞きしたんですけどえっとねこれがまあちょっとこう恐怖体験にあっこれちょっと怪談じゃないですけれどもはいほらちょっと谷さんのチャンネルということでちょっと,、まあ、あありがとうございますそういうちょっと怖い話じゃないですがね、はい、あの、小2の時にですね、うん、小学校の近くにまあ僕は大阪の小学校だったんですが。 あのヘビを三匹飼ってるおじさんがいまして、六十、はい、歳ぐらいのおじさんだったんですけど、うん、でよくねあの授業終わったら僕友達四人ぐらいで、うん、おじさんの家にヘビを見せてもらいに行ってたんです。うん、でそのヘビがね三匹飼ってて三、うん、兄弟なんですよね。うん、兄弟のヘビだった。 それがもうもの珍しくてね楽しみで行ってて、うん、でおじさんが住んでるのがね長屋でしたあの古い1階建ての、うん、でインターホンもないからねちょっとひび割れたガラスをこうだん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 って叩くわけです、はい、ほんならねおじさんがこう立て付けの悪い扉をこうガッガッとこう開いてこう出てきてくれるんですけどね今考えたらおかしいんですけど当時はやっぱ子供やしね、はい、間違い変なことに気付かなかったんですけど おじさん、ずーっとねネズミ色のトレーナー着てたんですよはい、はい、でイラストが書いてあって黄色の絵の具のの絵具チューブのイラストうん、うん、はいで、そっから黄色の絵の具がバッと飛び出してるみたいな絵やったんですよあ、はい、でおじさんのこの首とほっぺたにもリアルな黄色の絵の具がこう飛んでたんです常にだからこのトレーナーの中の世界が続いてるかのように自分の肌で表現したんですだから飛び散ってその勢いでこう言ったっていう。 はい、そのリアルな変なおじさんではあったんですそういうはいでそのおじさんがまあまあ開けてくれてで、僕たちまあ目的一つで、まあ、向こうがねおじさんが言うのが「What's Happen? What」って「What's Happen? 何が起きたの、はい、だどうしたの?」ってう、はい、で僕たち目的一個なんで「ヘビの三兄弟を見せてください」って言うわのおじいさんが「あそう」出身国は日本です」 日本ですこれ、ね「日本」って言ったらめちゃめちゃ怒るんです日本って言え「日本です日本です」ってように全員言うとうん、うん、じゃあ「蛇の三兄弟みたいやったらねあの歌を歌わんとね」言ってあらかじめおじさんから教えられてる歌があってその歌を僕たちは声を揃えて歌うんですこんな歌です。蛇の三兄弟 ヘビの三兄弟 w わ w w o わ,ふわっていう。怖こ,<わ> <laughs> これを歌って、これ歌ってる間おじさんもぬた打ち回ってるんですよ<え>。何かが取りいああ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 あっああにああ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 っあああああああがああ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 きああ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  今日は5月の風が吹くくってだりもありました <laughs> まだ1月のはずなのに蛇の三脚で歌ってたおじさん、あーってやってる最中おじさんの家のですね、玄関のところに何にも連動していないオンオフのスイッチがあったんですけれども <laughs> <laughs> それをですねカチャカチャカ,チャカチャって言うんです、うん、オンオンってもうこのオンオフのスイッチに頼らないともう。 心が保てない。ああって、カチャカチャカチャってやって、僕たちは歌い続ける。俺、おじさんの、もう、お、ね、題が絶頂になって、ああって気絶するわけです。ね。で、これ、ほとんどの場合が気絶してくれるんですけど、気絶しない場合もあるんです。はい。気絶しない場合一1割ぐらいなんですけど、この時は普通に首絞めてきます。めっちゃ怖いよ。しれ、はい、ーって言います。で、締めてきて、もう俺覚えてるのはね、しれーって全員の首絞めた後に、おじさんがね、ベロを、ん出すんです。 このベロの上に小さな聖書が載ってたんです小さな聖書が載ってて <laughs> そのおじさんのベロの上の聖書のページがダーッと開くんですよ風もないのにやで <laughs> 怖い怖いこれはもうおぞましいなと思うんですよでもこれは気絶しないパターン <laughs> 気絶しないパターン怖いなはい気絶代替してくれるんですでこれいい意味の気絶と言われてて、まあ、おじさん言ってたんですなんでかというと 気絶したおじさんの気絶があるってことはこのあとヘビの三兄弟はちゃんと今日見れますよっていう合図になるはい、はい、気絶するということがイコールーはい、はい、で部屋の中から家の中から長屋の中から青い次男のヘビと三男の黄色のヘビが出てくるんですよ<ー>もう一人でに出てくるんです、はい、ねこれが結ばった状態で出てくるんです、うん、おっぽがつながった状態でいわゆるこういう感じで飛び跳ねるんですこれがもう見てられへんのこの光景が お互いが違う方向、真逆の方向行きたいから、<laughs> 行けないっていう状態を見せられるんですよね。ほんで、この状態をおじさんがまあ教えてくれたんですけど、これは、あの、縛られたおっぽとか書いて、バクビーっていう、この状態を、バクビーというんだと。で、漢字で縛られたおっぽで、バクビーのはずじゃないですか。でもなんでバクビーって、カルビーみたいに言うのかは、なんかそういう、この言語の、日本言語のまだまだやれる部分や、って、おじさん言ってました。 可愛げやと、その日本の文学のかわいげやって言ってましたこれをワクビーと呼ぶ伸ばすのかはね、うん、っていうことは言ってましたで大丈夫ですか、はい、で、えー、その三男と次男の蛇が出てきた、はい、ほんなおじさんがムクムクと立ち上がってる気絶した状態から、うん、ムクムクと立ち上がってそうなんですヘ蛇の三兄弟の長男はおじさんなんですよおじさんが蛇の三兄弟の長男なんですよ おじさんとこのこのベロの動きによってここにだんだんと中高年特有の泡がたまっていく中高年特有の泡がブワーッと大きくなっておじさんの顔をこすぐらいに大きくなった泡玉がバーンと弾けた時僕たちはそれぞれの家に戻っているんです記憶が全てそのもうなくなりパーンと家に届けられているで 僕たちはまた数日後おじさんの家に蛇の三兄弟を見せてもらってるんですそうなんですよえっ僕たちは蛇の三兄弟の長男がおじさんであるということを毎回忘れてるんです <laughs> はいありがとうございましたありがとうございましたというかこういう話がありましたそれえっこれはちょっともう,う,もう,うも世の中の摂理ではもう説明がつかない話ですね <laughs> え、<laughs> ちょっと待ってくださいね <laughs> お,じえおじさんは近,近所にいるんですよね <laughs> はい、はい、近所にいるか近所にいますあのしゅし小学校の小学校近くに近くに住ん、はい、そこから盛り下げるんですか問題問題にならなかったんですかそのはいおじさん PTA とかでああでもなんか全然そうですねあの大量になんか送ってくれたりとか小学校にして 送ってくれたりとかかなんあの物資結構ね俺えっとねあの毛がちらばると書いて毛ン小学校ってとこ行ってたんですけど毛ン小学校小学校そこのなんか結構ファンやったみたいでファンというかその小学校のなんかもうスポンサーじゃないけどそう推し小学校やったみたいでそのおじいさんの中でえらいもう毎日なんかカレーパンとかカレーパン さんがだから優しいおじさんっていうイメージつからかセミの3きょうだいが見れるっていう噂が,広がってそうそうそうでもあのおじさん不思議やねってだからでもこれはもう他の生徒とは共有できなかった話なんで俺らの4人だけの秘密にしてたんで分かんないす、えー、怖すぎてってことですか、はい、言えなかった誰にももしかしたら他にもそういう経験した人いるかもしれないっていえその、えっとえっ、ー 聖書があああベロのの上でねの時はあれは怖かったなそれはえっと蛇見れる時でしたっけ見蛇見れない時見れない時はもう聖書が聖書がブワーッと開いてもうそのままもう家に返されるんですあっそれで返されるそうですよもう首絞められてるしもう俺はこ,こんなんすからめ、えー、っちゃ怖いなでこうなってる時に見たんですよ俺その聖書 <laughs> 首絞められて死ね言われた後ですから4人とも それででも1割ぐらいですほとんどが見れるという合図の気絶はしてくれるんで何者やったんですかねいやヘビやったんですかねいやヘビでしたよあのいやここ、まあ、おじさんがこのヘビというのは、はい、も,うもう誰が見ても一目瞭然おじさんがヘビなんです長男っていうのはもうヘビになってたんですす。 おじさんなんなですけどもう目がねもうへああもうヘビの,あの目になっ、うん蛇の目になってるというかもう蛇やろうなっていう普通の人間の目なんですけどその蛇ですよっていう蛇だという目してたんですそれ普通の目やけど <laughs> 普通の目な目なんですけどなんか蛇なんだろうなって思いましたそれでこうベロをこうやってるっていうことは<の>そベロも特別こう蛇みたいなこ,こんなにならないですあなならない普通のベロをやってるだけで思いました、まああ長男やって。 そうううなんんでですすよもう長男っっって思思ちちゃゃだから最初の三男と次男が本当の蛇やったんではい、はい、それはその次にアクションを起こすおじさんを長男だろうというえ記憶はもう消えてるわけですよねでもえ記憶消えてるって言ってませんでしたっけああどっかなんかクラッシュバックしました僕一回一回消えてたんですか当て逃げみたいなのされた時あってあそうなんですよ <laughs> <う>当て逃げされた時思い出したんだはい まあその大したことですが右足バーン打ったときに、はい、全部思い出したってなりましたね。<laughs> もう何回も行って消されてる記憶全部思い出したんです。全部思い出した。落合ってとこでした。東京のあそこの交差点のとこでバーンと重きりぶ使われ,れたときに。え、それ東京で出てきてからですか。はい。もう最近です。最近もです。言うても最近というかまあ六年ぐらい前。よし、ありがとうございます。いやいや、いやいいちょっとねこれは怖い。ちょっといまだに説明できない。 ました、はい怖い体験されてますねそねいやしてるんですよへびの飼ってるおじさんの家にでまあ恐怖体験があってはい小学校4年生の時4年生の時これも何かあったんですかここはこれがですねまあこれちょっと手短にっと喋ろうかなと思うんですがこれもねまあ怖いといえば怖いこれ階段になるか分からないですけどもまあでもみんなができないような体験ですあの 当時の担任の先生が恩、まあ、田先生というですね、うん、恩義の恩に田んぼと書いて田先生う当時40代の前半ぐらいで、うんえー、目がもうまん丸のねぎょろっとした目のちょっと奇妙な先生でした顔がね、はい、でその先生はもうとにかく優しくて、うん、もう全然怒らなかったんです注意しなかった だからまあちょっとなめられてるっていうかそういう先生いたいんですかなですよねか優しいんやけれどもなんか、うんうん、あいつの授業は喋っていいなみたいなはい、はい、でもう全教科その担任がそうやから全教科教えてくれるじゃないですかはい、はい、ずっとうるさいですみんな <laughs>、うん、それをでも注意しない、うん、そんな状態で小学校4年の1学期が過ぎたんですね 2>、はい、で2学期入った時に、うん、もうずーっとみんなうるさいです 一学期との違いに気づいたんです僕教室内の。うん、というのも僕は席替えで一番前列の椅子に,、はい、椅子に机になったことから気づいたんですが、はい、まあ黒板ありますよねその横手の天井から蛍光色のオレンジ色の紐みたいなのがつーと垂れてるんです。って思ってたんですね。うん ほら次の瞬間前列にしか聞こえないぐらいの声で田が「申し訳ない」って言ったんですよ。うん、あれなんで小さい声で謝ったんやと思ってたら、うん、その時もうわーってみんなうるさいですよ。はいはい「女は注意してない」ね「ね、うん、申し訳ない」って「えっ?」と思ってたら次の瞬間田がそのオレンジ色の紐をガンって引っ張った。うん ほんならそれに連動してるかのように、教室の入り口ぐらいの床に、50センチ四方ぐらいの四角形の穴が、バゴーンと開いたんです <laughs> 連動してたんですほんならこんなとこに作ったらあかんわけやから、<laughs> まあ、あの普通は。そうですよね、その。気圧の関係とかおかしなって思って、教室中とんでもない数がビュー,ーって巻き起こった <laughs> 気圧の関係、そんなすごいですはい、風圧気圧の関係で。はい シュワーって、はい、そもうよくないところに作ってるから、やっぱりこう、風水的な意味もある。風水,風水じゃないです、ね。あ、じゃないんだ。<laughs> ここに作ったら、ちょうどこの気流の流れがおかしになって、こう、ふわーっとなるわけです。にそんなほんで、このシュワーってなってる中、ね、もう、プリントとかもう、シュワーっい込, <laughs> 込まれてくる <laughs> <laughs> 俺らも小さい子供の体持ってかれそうなの、この穴に、この穴がシュワーってなってて、で、もう、先生、これ何っつって、もうみんな叫ぶわけです。ほ温度温女、も号泣してる。あぁーって号泣してるか女がやったんですよ。女がやったんですよ、号泣してるんですよ。ほんで、申し訳ない。はぁー、やった、お前らーって言うのそれら聞こえないんですよ。風で、何、女何っつったら、床に穴と書いて、焼血でございますって言ったんです。 焼結というですね床にあるとかで大読みして「焼結というオリジナルの穴を作ったんですよ。みんながお空を乗り越いてる中恩田はまたオレンジの紐をバッて引っ張るするとその連動してるからガタンと閉じるわけです。 温度吸い込まれてたんじゃない？温度吸い込まれてる。温度吸い込まれてないんだ。はい。温度みんな吸い込まれていくけど。みんなはあの吸い込まれそうになるけど、あのバタンって吸い込まれない。消滅に言いますって言って、はい。それで紐引っ張った。紐引っ張った。だからバタン。パターンでこのまた閉じると。え、なんなの？みんなあぜんで、でもそこからの授業みんな静かなの。いやなるな怖すぎるから。怖すぎるよ。そうなんです。これね、直接で注意できない温度の。 教育法すげえ読んだんだ、すげえオリジナルの穴を作るということで生徒を黙らせたんですと,とんでもないその自責の念がはい申し訳ないっていうのが聞こえちゃったんですねう,うです、そうですそう申し訳ないってこんなことをして申し訳ないってしかも勝手に穴掘って作って <laughs> で そっからまあもう1か月ぐらいはみんなシーンとなりましたどの授業も、はい、ただでも子供やから緊張感緩んでくるんですよはい、はいね、ほんならもう1か月ぐらい経った時にまた元通りでうわーっていう騒いでた、うん、で僕はもう結構おとなしかったんです部屋ねその前にずっと座って勉強してたんですけど、はい、富田ってやつがいたんです生徒で富田富田ってやつこれ可愛い顔した目したね男なんですけど、はい、こいつがもうとにかく騒ぐんです、うん、おい壁飛行機飛ばせやろなんやろってうわーってやってたら 申し訳ない俺も最前列なんで「くるぞ!」のやつるぞって後ろに言って今度あの女王バーンって引っ張ってガタンっつって風ビューッと巻き起こって「消華してございます!」ってうてシュワー巻き起こって見たら富田だけが吸い込まれていったんですよその穴荒で富田だけが「ファァ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 ァ 巻き起こってる風を、分かりますよね、あはい切って、あっ、切ってたんや、風の流れを切って、ちょうど富田が吸い込まれるように、最後、それは分からんかったです、それは分からなかった、で、「うわーって、富田ってみんな言うわけです、富田がこの穴の中に、ばンうわ、入ってたんや、入って、ほんで、またガチャン、また渋られた、富田。富田がもうみんなあぜんで、で、恩田は言うわけです、解散で解散今日は解散で 返されて、ね、家何言ってんの逆らうこともできずに恐怖で俺らは、うん、家返されました家でおかんに何て言えばいいですか今日来たこと、はい、いや女がさオリジナルの小結と穴作ってて富田がそこに吸い込まれてさ <laughs> もう全然分からでしょ、ね、僕はこれやと思われますから言、はい、えずに次の日普通に学校行ったんです富田いたんですえいたんだ、はい、一番後ろの席なんですけどもうね いるんですけどもう正がない、うん、もうこういう感じあのシリアスな役やってる時の陣内孝則さんの名やとわ分かる分かるわすごいはい、はい、眠れぬ森とかのはいはいはいすごい眉間がねこう寄っててこういう感じの、はいはい、で「おい富田」って「おう正月って何やって中どうなってんねん」うんうん、みんな聞きます、はい、もう放心状態ずっと陣内とかありますよ <laughs> こういう時に、ま、あちょっとこれ、ご覧になってる方は覚えておいてほしいですよ俺、こういう時にこうするでっていうのがあるんです。はい、このまま俺、富田が放心状態で恐怖体験を味わったまま俺は返せないんです。女のことを見逃せないんです、うん、俺は。はい、こういう時俺は、あえておとりになって、<う>あえておとりになって、自らが吸い込まれて、うん、焼結の全貌を知ろうとするんです。おぉ、すごいな。その次の瞬間から普段おとなしい俺が、うーわーってそう言いです。<ー>神に来い、これこっち来いっっ富田の役や。 そうなんです富田の役をもう吸い込まれるように女も不思議がってたと思うなんでこいつが急に暴れだしたんやとわけも分からずうわーって言ってたら申し訳ないあぁ来た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 バコンガタン消滅でございます俺だけ吸い込まれる俺があの悪の権儀やからうわやーうわぁー俺も女もこれですこれない切ってるんですね俺はああ、俺でももうこうですよ 行いい行ってく <laughs> 行っててるぞ全もうそれぐらいの余裕がありました、はい、行ってくるぞ、俺は絶対行ってくるぞと、はい、行ってくる、ほんで、バゴン吸い込まれた、中、気になりますよね、いや、気になる、どうなってんの ?1 メートルぐらい落とされるんです、ストーン、ボブスレーのコースみたいな、ほう灰色のスライダーのような、緩やかな、すわーっとはいかないですよ、はい、緩やかに下に下り出したす <laughs> がってんだ。 そそっかららルート作作れれててて、うん、も全部が作ってた2分ぐらい経ったらこっち側に異常なまでに豪華な校長室校長室入るなって言われてたんですよ<ー>俺たちの生徒はうう入,れ入りにくいですもんねそうでしょ、うん、異常に豪華な校長室の異常に高級なソファーの上で寝そべる校長の姿手たらくを見せられたあっ見,見えたんだ見えたんですそれが見えるようにできてたんです 保健室とマドンナ先生と教頭先生の不倫の密会ゲーム <laughs> う<す>そっからは過去を怨駄を苦しめたのであろうモンスターペアレンツたちの写真が両側に白黒の写真に赤でバツしたようなわかりますかりますバトルロワイヤルで死んでいった,死ん,でいったでんです。こういう大人になるなよっていうのを焼結を通して俺らに 教教育育ししてくる俺は肌で感じまたそっからはねんかマクドの「自由にとっていいエリア」とかマクド自由にとっていいエリアのポテトとかテリヤキ全部全商品あったんじゃなくてクリスプとかもクリスプもとっていいのそのんかこうサービス俺も食べてええよっていうサービスそのままね10分ぐらいですその焼月のスライダーふわっって出たんです こういういあっで、で出たら、うん、これ本当ですよどこについたかめちゃめちゃ気になるでしょ気になる,気になる当時僕大阪の小学校じゃないですかなんばグランド花月のボイラー室やったんですっていうのう <laughs> これ本当です <laughs> そこのボイラー室にねナンバグランドカ月かなあの、スピーカーがあって<え>そっから今まさにやってる漫才の声が聞こえてきたのを今でも忘れてない 忘れません。上から聞こえてくる。オール半身巨人症です。半身巨人症のまんが、中の旅行の旅館の部屋あるじゃないですか。旅行の旅館の部屋。はい。旅館のまあ一般的な部屋の窓際に置いてる灰皿とかが置いてあるあのテーブルと椅子二つわかります？あの窓際に置いてる。ああ。ちょっと障子の向こうに。ああ。わかりました。あの畳じゃなくてフローリングの。フローリングの方のあれが好きやっていうネタ。ネタ？っていう巨人症あれが好きや ていセリフを聞たっことで、阪神師も僕は好きやそんなあそこの机いすで取り合うっていう漫才とでも最終的によう考えてえらい胸ぐらとっつかみ合いしたけど椅子2つあるんやから分け合おうやってことに「その、東大元暮らし」っていうタイトルのネタなんですけど結局椅子2つあるんやから分け合おうや阪神君分け合おうやって言うて終わっていく聞こえてきたんですね で、俺は自分が意味が分からないあんなとこ通されてマクドナルドがあって最終的には NGK に行ってるわけ分からんわけですよ漫才のこと NGK とも分かってない恐怖に打ちひしげられるはずやのに漫才聞いて笑ってたんです面白いなそこから僕は急いで学校に戻りましたほんなまだ授業やってる最中やったの時間的には時間的にはねもう全員返されてたんです あの女が夕日を見ながら生徒の机生徒の机こう乗ってね、はい、夕日見てるわけです外の。俺が入っていって「女先生!」なん何なんすかこれ昇結<う>って言ったらパッと振り返って「町浦君今後とも辛いことがあると思うけれども人生において辛い度に笑ってください」。 最初に辛いことを見せたこんな大人になるなよというのを見せ、はい、最終的に笑いの殿堂 NGK につなげる<ー>最後は笑えよ最後笑えれば勝ちやぞというのをすべて焼結において教育してくれてたんですよ <laughs> <laughs> すごいだから僕は焼結によって笑いに出会ったって、はいう、はい、これすごい大事なシーンやったんですねこれ、はい、えその 富田は、でも魂抜かれてたのなん,でなんでやった <laughs> いや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 いいやいやいいやそれはもうあの恐怖ですよ笑いまで行っけなかったんだ富田は行ったと思います行ったけど恐怖ですよでも怖いですよ,ですよね、まあ、はい僕は笑いを笑いとして認識できたけれどもそうか富田は無理やったんやん気持ち悪いでしょそんな誰の もしくよくるよさんやったかもしれへんけどその時はあ,あ,あそうかそのタイミングは分からへんもんね分からへんのその時の出番,が出番があるからうわあ怖いってなってそのまま多分帰ったと思うんですよミスターボールド師匠とかやったらなんでこんなウケてんねやろうっていうのはあれ絵面見な分かんないですもんねあの <laughs> ボールド師匠めっちゃウケるじゃないですかウケ <laughs> ますね <laughs> 一輪車で絶対に見なきゃ楽しめない見なきゃ楽しいだから笑い声しか聞こえるみたいないか,から <laughs> そうですね大勢の笑い声が聞こえるという奇妙な状態を <laughs> はい、はい、経験したかもしれない その富田の全貌はちょっとね、分<ー>かり知れるんですけど、知れないんですけど、はい、これが、いや、すごい体験でしたね。えー、16歳になります、これは何ですか、これは、あこれあ、ちょっと待って、その、はい、16歳になる前に、あれか、この時の写真あるんですかああ昇結のね、昇結の写真がある。はいはい <laughs> <laughs> うわ嫌やーなー、はい、こんなとこボブスレーで行くんやそうですそうですここがあれこれはね多分ねその当時じゃないですよここにもボブスレーのコースは通ってたんですよあ通ってた多分、それの跡地多分いまだにだからあるんかなと思って俺探しまくったんですよ資料見てはいこんな出てきたんですけどあこここれが当時の、はい、あのー、モーザン小学校ね あ、そうか、毛山,小学校毛山小学校のできた穴っていうのを調べたらこれだけ見つかりましたそ<ー>うか毛山小学校は今もうないんですか毛山小学校は今もうないですあないな、はい、あだから予告なく全崩れしたらです急に焼結のせいちゃんそれ分からないですよそういうちょっと気圧とか風圧のせいかもしれない <laughs> そう気圧風圧か分からへんねんななんであんな、はい <laughs> 現象が起きるんか。それはもう超常現象のレベルですね。ここをとうんなんかこういう今これは錆びれてるけど当時はもっと新しかったね。小平先生のすごい超能力があったのかもしれないですよね。それは。そうですね。はい。うん。まあこういうことですね。ちょっと次の写真じゃあいってもいいですか。はい。これが。はい。なんでしょうか。これ16歳の時に。これが16歳の時。ええジュリアラ東京っていうまあディスコが。 そそんんんななな時代なんです、ね、そうなんですよ東京でオープンするんですけれども、うん、もうその時は僕洋菓子店で働きたかったんで東京出てきてたんですよ。はい、で洋菓子店で働きたかったそうなんですよ。洋菓子店僕もほんまにあのスイーツが大好きやったんで,、はい、でいろいろその洋菓子の作るのとかも学んだりしてた時期で、うん、で俺慢性鼻炎やったんですよ。あはい、慢性鼻炎で常に鼻詰まってて、うん、で俺の悪い先輩がいて一個上に。 で、炎のメンバーで集まろやっていうなんかそういうなんか慢性鼻炎のやつばっかりで集まってたんですよはい、はい、よくほんでその、いつも集まってるところにジュリアナ東京建てるって言われてまだできてないですジュリアナ東京建てる計画ができたんですね、はい、ほんでいつもそこで俺ら集まってたから、うん、その慢性鼻炎のメンバーで立ち退いてくれというかここで集まるのやめてくれって言ったけど俺は戦ったんですよ建設のやつら16歳でしょそうです16歳でもう当時五十歳ぐらいの人まで慢性鼻炎の。 メンバーおったんで、はい、8人ぐらいほんでそれで、えー、まあ、結局俺らが折れる形になったんですけど結局そのジュリアナ東京の社長の息子がもう重度の慢性鼻炎っ,<ー>ってことであの辛さ分かりますんで、うん、何かちょっとジュリアナ東京ができた暁にはあの活躍してほしいっていうので、はい、いろんなパフォーマンスをしてましたその慢性鼻炎のメンバーで。<laughs> ダラーズっていうジルジルダラーズはいこれジルジルダラーズのメンバーですメンバーですかそのステージ上がる前のエンジン組んだ時の時はもう立ったんですねそこに立ちました立ってしまったんだけど立ってしまったんだけど満世ビエのメンバーでそうなんですよだからいつも集まってる場所でずっと俺らをいることができたっていうはいそういうことですまあこれはさらっとこれは16歳はい16歳でございますで18歳はいこれは何 何でしょうかなこのあ金さん銀さんのお付き合ってたんですよ僕金 <laughs> さん銀さんのお付き合ってたはい普通に18<歳>はいなんか怖がりで、はい、金さん銀さんがはいで CM とかでなんか生の象と生の象エレファントと、はい、生の鹿となんか相まみえるなんか CM 出たのも、えー、そ,そうなんですよ、はい、えー、とね八戸のバンダナの、はい、八戸っていう会社が出してるバンダナのバンダナはい バンダナの CM やったと思うんですけど CM 象とはい鹿が戦ってみたいなでそれぞれに乗ってるみたいな金さん銀さんいや危ないでしょそのれ本当に生でやる生でやった時にもうそれはもう慣れてへんから落ちたりするし落ちたらもう致命傷でしょそれでも泣きわめくんですよもう怖いからでその泣きわめ喚いてる声がうるさいっていうので俺声食べたんですよね <そ>の声 <laughs> <laughs> い食音機っていうかその食べる音で鬼でなんか食音機ってなんかそういう言われたりしたんですけどなんか <laughs> 食音機ってなんか声を。 音を食べる鬼みたいな感じでああそういや周りが言っただけの話なんですけど好きショックそういう時期もありましたねはいこれ食べれるんですねはいは別に恐怖体験みたいなことはなくて本当に勉強させていただいた1年半ぐらいだったなっていう二十歳になりますはい これはすごいなんか,かつ何の活動を始めるん<あ>こ,この頃ですねエアマックスがえらい流行ってましてああその時代ねはい、はい、でエアマックス狩りという、はいうん、エアマックス履いてるやつを募集あ,ありましたねおやじ狩りの前ですよね多分エアマックス狩りってそ,そのエアマックス狩りを買ってたんですよ僕その <laughs> 狩りを狩る人エアマックスガリガリっていうガリガリそ <laughs> うやって 持ちにししてまた普通にエアマックス狩りを持ち駒にできるみたいな感じだったんですよ当とエアマックス狩りが一般の人にエアマックスをこう「ない何してんねん」と俺が後ろから行ってそいつをボコボコにするんですよだエアマックス狩りがエアマックス狩りを勝った状態になって一応俺らが決めてる組織があるんですけどエアマックス狩りの組織があってその組織の決め事で。 エアマックスガリガリがエアマックスガリを刈るとエアマックスガリはエアマックスガリガリの持ち駒になるんです持ち駒が分からないんですけどどうの持ち駒それまあ一番前に一般の人がいて取られた人いて取られますよねで次にエアマックスガリガリが2番目に来ます縦に並んでてえ次エアマックスガリじゃないんですか一般の人おったらあエアマックスガリガリが一番一応俺の持ち駒なんで ほん、はい、で、あのー、なんで俺あ、ごめんなさい、ちょっと説明飛ばしました、はい、一般の人のなんで後ろにいたいかっていうのは、エアマックスガリガリは、その、この後の保証をするっていうか、はいはい、エアマックスガリをあった人の心のケアなどをするっていう使命があったので、はい、そのために、一般の方の後ろに僕が付けて、はい、ああ、そういうこと、ガリガリ後ろにガリガリがいるんだで、僕の持ち駒で、エアマックスガリが一番後ろに、持ち駒が分からない、はいで、その3人で列になって歩くっていう、そういう時期があったんです、ドラクエみたい <laughs> なんで ほんでそれを、まあ、その覚悟を持ってエアマックス狩りをするっていうみんなえっと狩られて一般の人はもう狩られてる状態ですか狩られてる状態ですで狩られたらもうケアするためにガリガリが後ろにいるとガリガリ後ろにいるですで、はい、その後ろにその狩ったエアマックス狩りがいるってことですかはい僕の持ち駒なんの持ち駒がどういうことなんですか持ち駒っていうかそのもう何でもしさせれるっていう 下僕みたいな下僕みたいなことですねまあ汚い家来みたいな家来それでこうやる街中歩くっていうエアマックスも全部俺に入ってくるんですけどもうそんないらんかったですけどねいやいやでも返してあげたらいいじゃないですか一般の人前におねやったらでガリから取ったよみたいな返さないんです返さないです返さないんです返さない返しはしないですけどルールが何か複雑にあったんですよはいそれが二十歳とかはいそれは二十歳ですエアマックスがあるはい そして22歳デビューすするんですかああもうね、はい、これもうほんまにうそや言われるんですけどあの、うん、モーニング娘。の初期メンバーとしてデビュー仕掛けるマジではいだから阿部夏実飯田かおり中澤裕子福田すか香阿部夏実かな阿部夏実言ってたかな飯田かおりまあごめんなさいその5人、はい、プラス俺漢数字8でッちゃんっていう名前であの6人でッちゃん はっちゃんっていうう名前そなですよ、はい、入る予定だったん、はい、それはツンクさんが、まあ、プロデュースじゃないですか、はい、でツンクさんがアイドルをこう、はい、アイドルをちょっとなんかこうプロデュースしたいみたいなフェーズに入ってきたんですよね、はい、自分ではちょっと不安やから言うて一人でプロデュースすんのは、うん、アラビア半島から大物の音楽プロデューサー呼び寄せたんですよ一人えそうだったんや、はい その人があの谷さんも知ってるしみんな知ってると思うんですけど「越後越後越先生」「越後越後越先生」「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 越後越中黒越後越丸生」「越後越先丸で、超越ると書越て泣く」「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 です。あの泣く」「泣く」 藤子 F 不二子みたいなこと。本当にそうです。越を越 OS。はい先生。この人がもう本当に僕知らなかった。あし、あし、はい。知らないですか。まあちょっと、あでもあのモーシヤスって知ってます？あのモーシヤス。あのカタカナでモーシヤスって日本で活動してたネパール人女性二十三人のグループなんですけど。あ知らない。知らないですか。マウシアス、だマウシアス、マウシアス。知らないな、知らない。自己紹介の。 フェティシズムっていう知らないです。<laughs> フェティシズム知らないですか。あ、そう、フェティシズムっていう曲ない。曲です。はい。これがもう完全にエツオエツオエツ先生がプロデュースしてます。<S S OS OS はい。あ、そうですみませで、そんな人、腕利きの人を呼ぶ。はい。ほんで、神聖ツンクが出来上がったんです。二人タッグ組んで。あ、あ。で、当時、こら谷さんもさすがに、はいえー。無知な谷さんでも。はいえー、印象はあると思うんですけれども。はい、あのー。

プライベートも仕事の時もずっとおんのずっとフレームの中で生活したっていうだからもうフレームの中にね眼鏡のフレームの中にいてこうやってニコイチで生活するっていう新生つむくが決まったんですえっつむくさんここ,ここに大越先生がいますかそうですそれは印象的やったと思いますけどね <laughs> まあ,あの当時その大越先生はあんまテレビ出たない言うて特殊効果で消したりもしてたんやあ当時の技術やからなんか肉片残ったりしました眼鏡の周りの大越先生 それちょっと物議かもしれないしてましたけど何かおるんちゃうかっていう消 <laughs> し切れてなかった<ー>っなんかちょっと気持ないな,<ー>なんか見てたんかもしれないですけどねでもそうそう見てたと思いますよ、はい、あれだってよう出てたからほんで、はい、まああの結局俺がねなんでその出会うことになったかというと俺ちょっとあの毛玉とか取る仕事してたんですよその衣装の,その服の毛玉取りみたいな仕事してたんですよもう下品やけど <laughs> もうエ,エアマックスガリガリはやめてたんですよあエアマックスガガガリリリはめてます自体がなくなくったから もうええわっていう部長があったからなんか背中んなと思って俺アイドルの人とかの衣装の毛玉取るって仕事してそれで俺たまたまモーニング娘。がデビューしますんで朝やんからこれはちょっと今から衣装着ますそれを毛玉取ってくれっていらやったのそれでつんくさんと大江先生と初めて会うわけですけど関係者になるからそこで大江先生が俺見てそこで俺見て「あの 君がもう入らんとおかし「モっニングすよモーニング娘。」に「モーニング娘。」に「君入れるね」って「いけるね」って言った時に俺は「DreamingDreaming」って言ったんですああれドラマなんか「聞いたこあ DreamingDreaming」ってやってるんですけども今今日かなこの回かなやってた最初にやった最初やった今日この回あれその時やったやつだったもうその回ずっとやってますその時から「DreamingDreaming」っていうのはやれますっていう俺の最大限の最大限の 頑張りますっていう、ジョリーミン、ジョリーミン。ああこれでもう意思疎通して、あ,あ、じゃ、あやってくれるねって言って。はい、で、六人を改めて見た時に、女性五、男一。モーニングもコーヒーという曲で。あ,あ、あ,あ、あ,あ、まさにデビュー曲、ね。デビューする予定やってんやけど、はい、あ,あ。はい、この五人やと、はっちゃん、は、やっぱハッちゃん。なんでハッちゃんなん。 それはもう俺がもうああのまあ、もうこれもややこしいまあはっちゃんという理由にはならないんだけどまあちょっとなんか B ボーイコンテストみたいなのが朝早 <laughs> でもう一個あってそれが俺そこにも出てたんで出てたんですボルダリングの方なんですけど B ボルダリングボルダリングボーイであボルダリングボーイの B ボーイはいあのー、42度の42度のこういう壁90度はこうでしょ42度の壁をこうやって逆に42度の、はい、逆に40度ですかほぼ40度じゃ じゃなくてこう40年ややつを手なしで登ったんですよ。<laughs> ほんなら、<laughs> <laughs> ほんなら優勝したんですよ。すごいな。それであの朝陽で出てたからあのあハッちゃんエンジャを買って、まあハッちゃんではハチはあのー、ハチイナゴ、ハチイナゴっていうあのー、特殊なあれ買ってたんで、そっからハッちゃん。ハチイナゴ。ハチ。 はい、巨大巨大八、ね、ってハチ、はい、イ,イナゴっていうイナゴの種類を飼ってた、はい、大,き大きな虫かごで飼ってたことがあ,ったあそこからハッチャンなんで,も<う>でボルダリング優勝した時にはもうそのハッチャンの相性がついてたと、うんうん、そうですハッチャン優勝ってなって、はい、でそれで大越先生が俺を見てそう言うとほん、はい、でまあハッチャンがおるんやったらまあ笑い話ですけどねハ <laughs> 言って。 ん朝からコーヒー飲めへんよこの6人はって言い出したんですよもう曲できてんのに俺はもう明け方からラッキょう言ってるわって笑い話言ったんですどういう笑いだったってるわみんな笑ってました明け方からラッキょう言ってるわはあってほんなら冗談がまさにこの曲になっていってでこういう曲が完成してほんとにこれレコーディングまでしたんですけどこれもうどこにも出してないやつでどういう曲やったかって「明け方らっキょう」って「明け方らっきょう」「モーニングコーヒー」じゃなくて「明け方らっきは明け方らっきょう」やったんですそうです えー、えー、とね、白いあいつが舞い降りた <laughs> ええと、カレーがあるわけじゃないのにうん裏の空き地に舞い降りた、うん、うおぉ、明けかったら今日行こうよあ,あーあ、そこサビは一緒なんやそこサビは一緒ですしぶいね <laughs> <laughs> っていう感じになってでもツンクさんが、ああやっぱちょっときついですとハッ、うん、ちゃんいるのやめましょうってエラも、ええー、と、OS 先生とバトルしますああ もう互いのヒートテックあったんやこんなんヒートテックありました初期ヒートテックはい、破り合うぐらいの関係になったんやけども結局もう防衛されてました応援先生つンクさんに俺は入れるわけいかんということで俺は亡くなったっていう経緯がありますはいこれごめんなさいちょっと階段じゃないのになかなか喋っちゃいまいいやいやいや全然すごいもしかしたらとかもうおむだったんですねこれこれぐらいの量で喋らんと信じてもらえないんでいや確かになで ええ二十七歳はいこれはタマちゃんタマちゃんがタマ川あそうですそうですあのこれもまあまあ一瞬のあれですけどあのタマ川に迷い込んだタマちゃんいたじゃないですかありましたねあれ迷い込んだっていわま海からなんか来てなんかわからないですけど川迷い込んだみたいに言われてますけど普通に落とされたえ落とされたのあれ普通に旅客機みたいなえ、そうなんですよタマちゃんこんなジジイがなんか変な 浴衣着た浴衣はだけたじじいが「あれ!」言うてたまちゃんバシャン落としおったもうそれ俺見たって言うだけの話 <laughs> 普通にマイ,バマイバスケット行く途中に俺ほんでみんなが迷い込んだ言うてるけどあれ落とさ意図的に落とされたんだよっていう知らなかった、ね、そ,のその瞬間見たっちゅうだけの話ですねそれは知らんかった、ね、はいもう極、ね、力広めましたけど全然信じなかったです誰も信じたくなかったんでしょうね<ー>、はい、でもね今都市伝説 YouTuber とかがこれ信じて 本当はこうだだったたみいよとか調べてくれるなんてありがたいですけどねそれはそれで何もただけやから30歳あと5年でこれもこれだけの話ですもうあと5年で還暦やなと思ってましたこの時は違うじゃないですか30だったら違うんですけどんかずっと思ってましたこれも理由分かりませんずっと思っはいもうどうしようと思って。 で、あと5年で60やからあと5年で60って思っちゃってた思ってたんですずっと35やのにあと5年やってもそれはそういう感じでやんでた時期ですやんでたんですねで38歳でこれ何ですか脱水症状費はいえっと大ヒット大ヒットはいあのこれもう10年前やのかなそうですね10年前なんですけど あのお茶の子、ええ、せ、先生の余裕、お茶の子、お茶の子って。ああ、お茶の子、お茶の子、お茶の子。みたいなあれが、あの、だ、脱水症状バージョンっていうか。脱水症、じゃ、ひ、ひ、ひ。って言って、ええ、から、から、ひ、ひ、から、から、ひ、ひっていうやつがあったんですけど、これも、大ヒットしたっていう。え大ヒットしてた、これ。脱水症、ひ、ひ、ひ。 からひからひからひひって言ってこう一緒のお茶のことを一緒の容量であの十年前ですよねはい脱水症状の全員でやるような設定のそれありました全然 YouTube で出した頃ちゃうかなそのコンデンスとかね脱水それでうんバズるっていうのの初期のはいバズってたんだバズってました普通にはいちょっと記憶ないはい。 そして現在ですかねはい48歳はい配信サイト辻元にて初の冠番組はいありがとうございます今現在ってことですかはいやらしてもらうことになりまして本当にあのか今年から ABEMATV とかそういう感じで辻元っていう辻元っていう配信サイトができたんですできたんですかはいお笑いとかいろいろ食リポとか食に関してとかいろいろスポーツとかはい いいろろ、総合バラエティーって感じでやらしてもらってて僕はあの、ちょっとこれがね恐怖体験,これ,怖体験これ最後、はい、恐怖体験で<え>まさにね本当にもう1週間ぐらい前の話なんです、はい、でその、この番組のね、うん、収録があって東京の高田馬場がってとこであったんですはい、はい、朝起きたら朝早かったんですけど、うん、うわ遅刻やと思って、うん、寝坊してもうたんですもう歯だけ磨いて 電車乗っても高田馬場の駅前にあの今でフリースタイルラップなんか流行ってて駅前でサイファーっていうああのラッパー同士がこう,うねしりとりみたいにラップ言い合うやつねそうです<あ>円になってそれを俺も遠目から見ててもう楽しいこと好きなんでああええなと思ってたもうもう急がなあかんのですよ、はい、ええなと思っててねちょっとこう遠目にいるそのサイファーの円をこうベロで。 乗せるみたいなのやってたんでベロの上視覚で見えてるはい、はい、見えてる範囲ではい、はい、やってて、うん、でだんだんそれじゃ飽きたらうんになってきてこれで楽しんでたんですけど、うん、時間もないしっていうのでもうちょっとラップしたかったんですよ、うん、正直でその円の中入もう無理やり入ってで高田馬場なんで僕もこうラップしたんですその円のまじって「はい、高田馬場」「サラダクワナ」「体の中」 まあったたまるなブレイクダウンとか言ってもう楽しいって最後目つぶってたんですよ気持ちよくなって、はい、パッと目開けたらもうここでも拳銃つけつけられてたんですよえー、もうギャングでギャングはいサイファーのメンバーが、まあまメンバーが一人のランーにこんな怖いやつ金髪のやつの、はい、もうしっかり銃つけつけられてたん、ね、でまあ逃げまして、はい、でもう俺当時ごめんなさいちょっと立ちますけれどもちょっとあの あの、ミーアキャットの逃げ方してました <laughs> ミーアキャットのすいませんごめんなさい急にミーアキャットのミーアキャットの逃げ方はい一回見るやつですねああ回見る逃げ方はい、はい、あ見たあっって言ってこう逃げましたごめんなさいあのカメラ一やってくれたのにこういう感じで申し訳ないんですけどもそういう感じで逃げてそっからあの現場行ったんですよ、はい、その現場行ったらね黒木っていうプロデューサーがいるんですよ50歳ぐらいの 辻元のはい、辻ほんでこなんか下の歯がね一本上甲歯っつって一本だけ上の歯牙みたいにこんな歯がしたっつっててめえいつもギリギリじゃねえかって怒られましたたった方々のババで再やってだからはいそうなんですよ俺が悪いんですけどてめえいつもじゃねえか女子中学生紹介しろこらって言われて女子中学生そうそう、僕なんかそそあるため女子中学生一人紹介しめっちゃヤバいやつやねそれを黒木に紹介するって紹介します言うて紹介しちゃだめですよはい ほんで、えー、さあ始まりました、って、まあ収録始まって、はいえー、一輪車 TV っていうのをやらしてもらってて。一輪車 TV? はい。一輪車乗りながらいろんな人と絡んでいくっていう。あ <laughs>、はあ、はい、あでも面白そう。そうなんですよ。はい。ということで、一輪車 TV でございます。お相手はもちろん、ピチュンです。ピチュンって名前でピチュンなんだ。はい。ピチュンって名前で、ろはピンクのピートってやってるんですけど、はい、ピチュンでーすとか言ってやってて、えー、今日は高野馬場ということでですね、学生さんが多いので、学生ローンの町でございます。言って、うん、学生さんのね、ローン組んで借金して、大学行ってる人 いいっぱいおるよような町なんですよね学生ローンがいっぱいあるんですよ高田馬場で学生ローンがいっぱいある、はい、でその学生ローン組んでるローンを組んでる人たちに話聞いてしゃうって言って<あ>その一人車乗ってこう番組なはいこう乗ってこうで「大学生いましたね」っつってやったらこう分かりますこういうあのこのあ,あの止まった状,止止まる状態は、ね、はい、はいで「学生です」言われたら「あ学生!」言うてこう一回置いてあっ置くんやないです、はい、<laughs> そうか 学生じゃなかったら次の学生探さなあかんから行かなあかんからだから怖い。それで行ってで探してて「あの学生です」言うて「学生の使っての自分」言うてこの感じで行きます学生の使っての自分で、使ってますって言って俺もうふわっとなってその時ね首絞めてたんですよ俺「使うな!」って言って「なんで使うな!」って言って首絞めててほんな学生がもちろん首絞められてるからい嫌になりますよねなったに対して俺ね 風邪ひいててててんのかって言っっ言言たんですよ何を言ってんの絶対俺が締めたからや自分めてるじゃないですかはいでそれは言ってまして「風邪ひいてが気ぃ付けや」って言いながらまた次の人探しに行くみたいなのやっててでロケしてたらさっきのギャングがギャ出てきたんですよのの<の>サイファーしてたうわーと思っててめーって追っかけてくるもうミヤキャットで逃,逃,逃げたやつよで俺シュワー,あーでも一時じゃんやんか12ちゃんと早いんでうわーって言ってたら <laughs> そうなんです い一時台から一時台で早いから乗り慣れてるからシュワーって行くわけですよほんならねこっちからブわーってきたのがチョロタクっていってチョロ級の動きするタクシーっていうのがあってちょっとそんなんあるのかなぐいーんって行くやつなんですよもう危ないですれはいちょっとバックしてぐいー行くやつちょっとバックしてもう訳分からんこのぐいーンガーンとか言ったりするんでやめといた方がいいです 金色と銀色の折り紙をちょっとずらしてあの、止まるんですよ、掲げたら、で、それがぶわーっ来たんですよ、うわーって間一発よけて、ほんだら、ね、俺もまずっと逃げるわけですよ、ほんで、なんとか巻いたんですよ、そのやつは。怖いなと思ってたら、向こうからとんでもないスピードでね選挙から近づいてくるんですよ、真っ白の。見たら、こっちからも二台行く、こっちからも二台。 後ろからも8台同じ白い選挙カーがぶわーってくるんですよ、もう選挙カーっていうのは分かるいなんかマイクロバスみたいな、うわ<あ>ーって来て、うわーってカーイン一発って、うわーってよけたわけですよ、はい、ほんなら、その8台の選挙カーが、ガン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 って、8台で、中央でダン、ダン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 ってやるわけ、うわ、はい、だを見てんねや、これと思ってダ、ダンダンダンって言ってたら、うん、これごめんなさい、話しとごちゃごちゃになるけど。 こっちから60歳ぐらいと30歳ぐらいの男子、男、着物着た師弟の落語の師匠と弟子かなみたいな2人が来てその師匠の方がいや、すごいですよねって、このダンダンダンを見て選挙カーのエッジ選挙カーのエッジ選挙カーがエッジしてたんですよ、これ、ダンダン、8P なんですよ、選挙カーの 8P やったんですよ、ダン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 。 その選挙の 8P 終わった後に、うん、その8の選挙区の中央から未知らぬ、ね、バーコード頭のスーツのおっさんが出てきて、うん、おげーって言ったんですよ。生まれたんですよ。<laughs> 8P でど,ど,のどのやつとどのやつか分からないですけどすぐ生まれたんですよ <laughs> おゃー。くだらん政治家が生まれたんですよ。8P によって選挙区のねクソやろうと思って。ねね <laughs> でそのそいつも、ね、おあのいも そそですよ、の師匠、師匠、足をねいや、こいつが見つけたんですよって弟子、弟子見たらね、和服着てる弟子なんですけど、なんかね、空に吸い込まれそうなってんすよ、空に吸い込まれそうな、空にこう、もなんとか足でこう、保っていく、空に、あーってこう、足踏ん張ってるような状態、こいつ、バカでねって言って、この弟子が、あ師匠が、こいつに来ないでね、お金下ろしてこいって言ったのよって、キャッシュカード渡したら、こいつに預けてるからねって。 でお金おろし来いって言ったらはいわかりましたってこの弟子が言ってねっつって20分ぐらいで戻ってきたらね一万円札がガビガビになって戻ってきたこれ、うん、何してんだって言ったらねいやお金おろしてきた来いって言われたんで3倍におろしましたっつ、うん、ってそのたぶんね師匠がその弟子のできないエピソード好きすぎてうううって笑い出したうううって笑い出したうううってもう良くない笑い方です。

体を使って、ここまで行くわけ。<ー>ほんなら、黒木なんですよ。あ、クロキで,できた。本情報ク黒木のとこで使って、「てめぇ!」っお前、一週間ぐらい前に俺に紹介した女子中学生、怖えギャングの女だったじゃねえかって言って、言ってたら、チョロタクがキューっとてまって、さっき俺に拳銃つけてけたギャングと、できた俺が前に黒木に紹介した女子中学生。これ、できてたんですよ、たまたま。えー、女子中学生、紹介じゃダメですよ、だから。その2人。2> はい が出てきてその3人で俺を問い詰めるわけ、はい、俺は来んな来んな来んなって俺は悪いことしてないよしてないじゃないですか俺何も,いやも女子中学生はよくないけどい女子中学生はダメですけどもははそれ以外は,は,はそれ以外は何もしてないやなー。いや首火締めてたけどな大学うわ <laughs> <laughs> ー <laughs> って言ってたら忘れてたと思いますけどあ,ああ空に連れてそうな弟子 <laughs> そんなとこじゃねえよっってそんなやってる場合じゃねえって言うんですよ弟子が<笑><笑>さよならっつ <laughs> って,言って 空に吸い込まれて、<laughs> 吸い込まれて,いって、<laughs> 吸い込まれて行って、ダミーの方の太陽に吸い込まれて、<laughs> ダミーの太陽が、はい、嘘の太陽に吸い込まれて、のがそうです。昨日、昨日とかその時、一週間前、はい、太陽二つあったという話です。あ、これが一週,週間前、これが一週間前、これが強体験です。めちゃくちゃ怖い。いやー、これは本当に怖かったですね。 <laughs> 辻元は廃止されたんですか、はい、その会はあされてます、はいされてるんですけども、もうギャングはしっかり映ってました、ギャング <laughs> てめーっていう、いうねはい、ギャングあとぐらいでぷつんと切ってました、ああはいなんか黒木が、黒木が結構、なんか茶を濁す感じのなんか感じの映像になってましたわ、黒木はもう名物プロデューサーみたいなことなんですね。名<物>深緑のファミチキ食べてました黒木 <laughs> 一人で何のかな、はい、ワルツ流れたところ <laughs> 場所で <laughs> ワルツ流れた場所でこういやちょっとねということで壮絶な人生をね、あのー、1週間前の出来事もすごかったです、えー、お聞かせしていただきましたありがとうございますありがとうございます何こ告知とかあればあありがとうございますえー、っと そうですね前回もちょっと言わせていただいたんですけどカギ、うん、泥棒のメソッドリブートという。<laughs> <laughs> <laughs> えっと、海道部の、それはいつですかこれは、下北さんの本だけ行きましょえ1月11日から21日まで、はいやってます大阪にも27日大阪にも1月27日ですねはい、森のみなのピロティホールではい、ますぜひぜひ来ていただければならないこれはぜひ、ぜひねはい。これはぜひ来ていただきたいはい、お願いしますそれでは、えまた あのー <laughs> <laughs> お待ちしておりますんで <laughs> <laughs> はいええー、町村ピンクさんでした、はい、どうもありがとうございましたあ,<ら>ありがとうございました最後本当のことを